はい、というわけで、この動画を見てくれている、そこの君、こんにちは、くぎつね青と申します。もともとはオールブルーという名前で、YouTube のゲーム実況の方で、活動してたんですけれども、自分の自己紹介の動画がないなと思って、ちょっと考えて、この動画を撮影しようかなと思って、自己紹介動画ではないんですけれども軽く自分のことを紹介してみようかな、まあ、自己紹介やないか、それはもう自己紹介やないか。はい、というわけでやっていこうと思ってます。もう知ってきたら知ってると思うんですけれども、今日先ほどですね、私の第一子の、女の子が、生まれましてですね、パパ VT、VTuber、 パパの VTuber として、今後活動していこうかなという、境目ですね、境目というか切り替え時期というか、そういうので、ちょっとこういう動画を改めて撮ってみようかなと思って、撮影ボタンを押した次第でございます。というわけで、軽く自分の自己紹介をしていこうかななんて思っておりますので、もしよかったら、聞いていってください。最初は、好きなものと名前の由来というわけでちょっとだけ、軽く言っていこうかなと思います。好きなものなんですけれども、青いものがとても好きです。あとは、ハンバーグとか結構子供じみたものが好きですね。僕は名前の由来なんですけど、くぎつね青という名前はですね、くというのはですね9なんですけれども、この9という文字はですね私の好きな番号ですね。で、くぎつねの、まあ、きつね、動物では一番きつねが好きなのできつねにしました。で、青というのはもちろん青色が好きなので青、好きなものを3つ揃えたような感じの名前になってます。もともとはオールブルーという名前でやっててですね、皆様に、ブルーさん、ブルーさんと、呼ばれていたので、青という文字をつけることによってですね、ブルーさんと呼ばれても違和感ないような感じで、も、考えてこの名前にした節もございます。自分の性格についてなんですけれども、よく天真爛漫とか、明るい性格なんて言われがちの性格をしております。あと面白いとか言われたいとかっていう、あと兄貴肌とか面倒見がいいなんてよく言われてるんですけれども、僕に一番合う言葉としてはですね、自由奔放が一番自分的に合ってるかなと思ってます。結構簡単に物事を考えてすぐ行動するっていうような性格をしておりましてですね、よくまあ今までの人生で結構衝突する、人と衝突するなんてこともあったんですけれども、大体はですね、会わない人は会わない、会う人は会うっていう感じで、がっちりライン引きができていると自分では思っていますね。はい、なので、長く付き合う人はずっと長く、付き合うという傾向がございますね。はい、なので、離れていく人は離れていきますし、会う人はずっと一緒に、付き合いがあるというような感じの性格になっておりますかね。なので、多分、もう結構人間性としてはですね、好き嫌いが物事はっきりするタイプだと自分で自負している節がありますね。はい。あ、血液型は A 型で、干支はドラゴンです。今後の動画活動についてなんですけれども、まあ自分の娘ちゃんが、生まれたということで、女の子だったんですよ。で自分の娘ちゃんが生まれたというこの機にですね、動画活動とか YouTube の方はですね、まあ今まで通りなんですけども、従来通りなんですけども、私はですね、YouTube の方は、趣味という感覚でやっております。自分の好きなゲームとか、
まあ結構ね、いろいろ最近は自分のやりたいものだけをやっているっていう感じなんですけども、まあそれが一番いいと自分では思っています。どんだけ動画が伸びなくても、どんだけ、視聴率がね、再生回数が少なくても、自分のやりたいことだけをやるというような感じの多分 YouTube 活動になってくると思います。っていうのはですね、やはり自分のやりたいことをやるというのが趣味ですし、そうですね、今これからは家族を、中心に、やっていくので、動画の方もですね、もしかしたら、少なくなってしまうかもしれませんけれどもですね、やっぱり自分の楽しいことをやる。だって YouTube で食べていくわけではないんですよ、やっぱりね。YouTube で食べていけるっていうのは一握りですし、絶対その YouTube とかその趣味がですね、自分の生活の中心になってはいけないという僕は考えを、昔から持っております。でやっぱり大事なのは、一番は家族なんですよね、リアルなんですよね。やっぱ自分はリアルを大事にしたいなという考えが前提でございます。それはですね、YouTube っていうのはですね、やっぱり居場所を求めてもしまう人が多分多いんじゃないかなって思ってしまいます。配信者活動をしているとですね、そういうことに陥りがちなんですよ。あ、動画上げなきゃ、あ、やべえ、配信しないとって、そうしないと視聴者が逃げてしまう、登録者数が伸びんっていう風な感じの気持ちに陥ってしまう人が結構いると思うんですね。それはまあもちろん、そういう風に思ってもいいと思うんですけれども、僕はいいなとは思ってますよ。だけど、自分はですね、どうしてもその一趣味としていう考えがありましてですね、そういうそのなんて言うんですかね、自分も楽しみながら、人も楽しんでくれたりとか、自分が楽しみながら、そうですね、一番の前提は自分が楽しいことだと思ってます。何にしてもですけれども、自分が楽しくないのに、活動しててもですね、それはなんだということになってしまうと僕は思っているんですよね。なんかちょっと言葉にするのは難しいんですけども、とにかく別に興味なくてもですね、興味ないのになんで動画上げてんのって思う方がいるかもしれません、一定数ね。人が興味あることをやって、そのね、チャンネル登録者数だったりとか、グッドボタン、再生数上がった方がいいじゃんって思うかもしれませんけれども、大前提として僕はですね、自分も楽しみながら、それをが上がってくれたら一番嬉しいんですよね。そこになんか活動の意味があるという考え方なんですよね、僕は。なので、もう本当に趣味の一部としてやっておりますのでですね、なんかまあね、もちろんその視聴者さんと楽しめたらいいなーって、僕ね、テンションが違うんですよ、動画によってテンションが違うんですね、めちゃくちゃ。自分でも思うんですけど、なんかエーペックスとかやってる時はもう思いっきり喋んないんですよ、っていうのは、それがじゃあやって楽しいのかって言ったら楽しいんですよ、FPS は結構喋らない方なんですよね、僕ね。集中してしまってですね、ゲームに没頭しているということなんですよ。もうゲームが楽しくないとかじゃなくて、没頭してるんですよね。それをただ垂れ流してるというですね、感じですので、あ、もしかしたら Apex とかそういうね、 FPS のゲームをやっている時怖いって思われるかもしれないですけど、そこはもう没頭してると思ってもらって構わないです。はい、あ、この人このゲームにハマっとるんやなと思ってもらって構わないですので、その辺では、全然気にしないで、まあね、別にコメントしなくてもいいですし、
あ、やってんなって思ってもらえればそれはそれで結構です。バカゲー、最近上げてるバカゲー時期に関してはですね、僕も楽しみながら、ね、自由奔放に動画上げさせていただいております。あれははい、とかですね、あとはもうあれですね、牧場物語シリーズとかはもう結構好きなんですよ。ほのぼのしてこの楽しい気持ち、優しい気持ちになれるゲームがとても結構僕は好きなので、マイクラもそうなんですけれども、そういう優しくなれる気持ちのゲームが好きなので、それは、皆さんと楽しんだりとか、あとは、スプラトゥーンとかで、勝敗関係なく楽しめたらいいななんて思って、皆さんとワイワイ楽しむのも好きなんですよね。一緒に誰かとゲームをやるっていうのもとても好きな人間です。てか人間が好きなんですよね、僕ね、きっとね。自分はきっと人間が好きなんだと思います。はい。なので、その辺で楽しんでいただけたらなって思う。反面ですね、多分、もうその自分で言うように自由奔放にやっておりますので、これは僕に合わないなと思ったらもう全然動画見なくても構いませんし、本当に自分のことが好きで、見ていただけたらそれが僕にとっては一番ということです。はい。なので、もうね、もう本当に自由にやらせて、もう好きな人と付き合って好きな人と楽しいゲームをしていくというですね、コンセプトで僕はこのチャンネルをやっておりますのでですね、その辺をちょっと理解していただいてですね、そういう人間なんだなと思っていただければ、自由奔放やなこの人はと思っていただければですね、それは幸い、それです、それでもう幸いでございますという感じでございましてですね、難しいですね、なかなかね、ただ自由奔放にやってなと思っていただければですね、それはそれでもう良きでございますのでですね、はい、そんな感じです。これからはですね、白狐なんですよ、僕。白狐の、パパ VTuber として、今後は、活動していこうかなと思います。もちろん、家族が優先ですので、動画頻度落ちたり動画投稿がもしかしたら頻度が落ちるかもしれませんけれどもですね、この活動はですね続けていきたいなと考えております。はい。ので、趣味の範囲としてですね、この、チャンネルはですね、継続していくと思います。はい。ここでしかつながれない人だったりとか、絡みだったりとかですね、あとは自分のためでもあるんですね、勉強のためでもあると思っております。いろんな人と話すことによって、雑学がついたりですね、あとはですね結構自分の、人に、考えさせられる場面とか、自分の成長にもつながっていると思うんですよね。はい。僕の人生においてですね、結構もう何年間も、この活動をしているのでですね、結構生活の一部になりがちな部分もあるんですけれども、そこはですねやはり家族優先で今後はやっていきたいなと思っておりますのでですね、ぜひとも、くぎつね青を、これからも見ていただけたらですね僕は、幸いでございます。はい。なので、これからも、頑張っていきますのでぜひ、よろしくお願いいたします。応援の方もよろしくお願いいたします。あと未だにね昔から、僕を支えてくれている人もいらっしゃいます、リスナーさんで。なのでその人たちも裏切らないようにという感じでですね、活動は続けていこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、この自己紹介動画終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。